黄金色のスープが美しい、シンプルながらも奥深い塩ラーメン。今食べたい静岡のラーメン、紹介するのは静岡市のお町、七軒町人宿町エリアにある大人のラーメン人宿のクジラ。伊豆の国市の人気ラーメン店、一匹のクジラの姉妹店として去年オープンしました。この人宿町が結構おしゃれな店も多くて上品な店が多いので、まあ、そこをイメージして街にマッチしたような店舗を作りました。30歳以上をターゲットに作ったという R30 そばは、丸鶏から出汁を取ったスープと魚介のスープ、ダブルスープで作るすっきりとした塩ラーメン。麺は京都の製麺所から取り寄せたスープが絡みやすい中細麺を使っています。あっさりしたラーメンだとは思いますけど、あっさりした中でどれぐらいコクを出せるかというか、フランスのゲランドの塩というものを使っていて、はっきりとした塩の味が出るので、すごくその辺が切れ味になるかなと思っています。上品な塩味にみょうがや生姜の風味が効いた、まさに大人の味わいです。鶏と魚のダブルスープにさらにコクをプラスした味噌ラーメンも人気の一品。赤味噌と白味噌と、まあ、赤だし、3種類の味噌ブレンドしてまして、カルピス社が、作っているバターがあるんですけど、そのカルピスバターをふんだんに使用して作りました。でまた味噌は、太麺なのでもちもちしててすごく食感がいいので、はい、ぜひ食べていただきたいです。そして今年からメニューに加わった新作がこちら、華やかな盛り付けの人宿まぜそば。タレが入った丼にコシのある太麺を盛り付け、パイナップルやモッツァレラチーズをトッピング、濃厚な太陽卵を崩し全体に絡めていただきます。そのお味は、洋風なような、中華のような、まあ、和風のような、新しく食べるんだけどなんか知ってるなっていう味を目指して作りました。一度食べたらまた食べたくなる癖になるテイストに仕上がっています。ラーメンの後に味わいたいのが、紅茶のアールグレイのシロップを使った杏仁豆腐。パンナコッタのような感じのイメージで杏仁豆腐を作って、アールグレイの香りと杏仁の香りっていうのがバランスよく楽しめるような商品を作りました。皆さんに一人一人にハマる一杯が必ずあると思うので、ぜひ人宿町にお越しの際は人宿のクジラに来てください。静岡のお町で洗練された上品なラーメンを堪能できる大人のラーメン人宿のクジラです。